さあ始まりました、シュンシュンクリニック P チャンネル、医者芸人のシュン P です。そしておなじみナルシスト芸人のナル P です。よろしくお願いします。もうナルシスト芸人はもう医者の要素が一個もないですよ。僕医者だったんですか。医者ですよ。本当ですか。ナルシスト芸人、西村ヒロチョじゃないですか。ああ、ロマンチスト芸人。ロマンチスト芸人。ちょっとロマンチスト芸人合わせてくださいよ、僕。一回会いたいです。はい。西村ヒロチョさん VS、ナル P。そうそう。ロマンチスト芸人 VS ロマンチストドクター。ちょっと一回コラボしたんですよ。いいですね、はい。ちょっとそれもやりましょう。はい、ぜひやりたいんです、僕。はい、あ、いいですね。はい。ということで、今回は、お悩み相談に答えまーす。なるほど。あれでしょ、あのブログのやつ。あ、よくご存知ですね、ナルピー先生。実は最近僕、ブログを開設しました。そこで僕の日記だったりとか、うん、あとはファンの人とかに、実際にあのお便りをもらって、それに僕が答えるっていう、お悩みカルテっていうのをやってるんです。うん、実はね、僕もね、何個かね、あの投稿してるんですよ。マジですか。マジですか。例えばどんなの投稿したんですか。院長変わってくださいって。いやいや、うざい。ダメですよ。ダメ、はい、そうです。どこに投稿してるんですか、それ。そこで実際に今日はお悩み相談で来たのを、いくつかブログでも実際に答えてるんですけど、まあ、YouTube でもやろうと思いましょう。おい、いいですね。じゃあ早速、紹介していいですか。ちょっとあの今回一つ選びました。春ピーがあまり面白くないけどどうしたらいいですか。やめてください、ちょっと。違う、こうやってる。書いてないわ。書いてないですよ。そうですか。書いてたらもう速攻で消去しちゃう。じゃあ今回のお悩み相談はレモンさん、20代の女性。お悩みメッセージ、はい、恋愛に誠実な男性ドクターの見極め方を教えてほしいです。来た、ね、年上の男性ドクターと何回かデートし、彼も、うん、レモンちゃんが彼女ならいいのになと言ってくれました、うんうん、そろそろ交際できるかも、うん、と思ってたら、実は本命彼女がすでにいることが判明、うん、彼に限らず、やはり周りの男性ドクターを見てると恋愛に不誠実な方が結構いるように感じます、うん、もう騙されたくありません。お、怖い。誠実な男性ドクターの見極め方を教えてください、うん、なるほど、はい、だからか、シュン今日あの診察室の上にレモン飾ってたの、そういうことや、やばいやつじゃないですか。やばいじゃん。やばいよ。入ってきて。レモン死な言うて。いや、やべえやつや。レモンかじれは今日入ってきたの、そのために。いや、かじってないです。かじってない。かじってない。そんなやつやばいですよね。やばいじゃん。レモンちゃんがでも悩んでるんですよ。なるほど。誠実なドクター。そうですか。周りにいますか。いやこれね、正直僕しか見たことないわ。ナルピー先生ですか。僕しかない。うん。いや、ナルピー先生はもう一番不誠実です。おいおい、ちょっと待てよ。僕がどこが不誠実なんですか。だってさっきこれ撮る前にパンツ一丁で病院内歩いてたじゃないですか、うん、いやそうだから僕はむき出しの僕を見てほしいっていう心の表れから裸になったんです、はい、いやむき出しすぎです。綺麗な体してたでしょ。なっちゃんがもうびっくりして病死してましたよ。なんかこう惚れ惚れする目で僕を見てたと思うんだけど。いやいやいや、もうはい、なんか変なナルシスト。ナルシスト、はい、変なナルシストってただ単のやばいやつです。やばいやつです。やばいやつ。でもナルピー先生は僕誠実ですよね。やっぱりあの、うん、同棲した女に2日でやっぱ振られてますから。いやそれ誠実に。それただ単に痛いやつ。ちゅうかそもそも僕はまず根本的にこの椅子がおかしいってさっきから何回も言ってるんですよ。いやいや、え、言ってないですよ。本当ですよ。なんでこれなんかこの格付けでいったら一番低いやつのこの椅子なんですか、僕。今だからあのモザイクになってます。モザイクになってます。今ナルピー先生モザイク。モザイクですから。本当ですか。もう最悪やんですよ。三流ナルシスト。三流ナルシスト。はい。黙れ146両元に。やめてくださいよ。LDL コレステロールの数値じゃないですか、僕。そうですよ。どうでもいいんです、そんなの。そうか。今、レモンちゃんの話。レモンちゃんの話ですから。誠実なドクターってでも、周りいますか。周りで、今日ガチの話いない、はい、あの誠実になったやつはいる。結婚を機に誠実になったやつは結構いる、はい、旬の平平、ね、ドクターでも整形外科チャレやつ多い。多いです。あ、うん、いますね。言ってますし、うん、下界はナースと二股かけがちとか言ってますね。多いよね。多いですね、うん、やっぱ各病棟に彼女いる人もいますからね、うん、研修医とかでも、うん、それを噂になって嫌われるみたいな、うん、でも僕の友達は結構あの7人ぐらいで仲いいあの群馬大学の同級生いるんですけど、うん、その中の一人は本当にあの初めて付き合った人と結婚した人もいますよ。へえ、マジで。初めて大学1年生の時に初めて付き合って、そのまま結婚したっていう人もいるわ。名前言っちゃってるわ。言っちゃってる。そう、同じ、そう入って、はい、もう
1年目ぐらいから2人で付き合って、それで大学卒業した時にちゃんとけじめをつけて結婚したっていう方いるから、ということを考えたら、はい、まあ、確かに一般的なイメージとして、まあ、医者はそのチャラいとか、まあ、いろいろそういったイメージがあるかもしれないけども、うん、やっぱな中にはすごい誠実なやつよ。いますね。ただその誠実なやつは、はい、ちゃんとした医者になる頃にはもう結婚してる。そうなんですよね、うん、結構学生の時に狙わないと難しいですよね。そうですね。ということはレモンちゃんの答えに対しては、うん、医者を狙うな、医学生を狙いと。あ、それはありです。結婚したにもかかわらずマッチングアプリに登録してるような趣味みたいな医者がやると思う。してねえわ。え、してない。いや、殺されるわ。リフォームリフォームね。なっちゃんの周りではどうでした？ドクターとかでいました？誠実な人は。誠実じゃない人はいました。ちょっと誰のことか聞くのやめとこう。だから見極めるポイントって何なんですかね。難しいですよね。僕の友達とかもやっぱり全然こうモテてなかった人とかがやっぱり医者になってお金とか持って、うん、まあ、やっぱりこう働いてる姿とかはかっこいいんで、うん、結構遊んだりする人が多くなってるんで、うん、あとはどうなんですかね。僕のイメージで結構お医者さんってデート行く時とか、うん、結構こうビルの最上階のバー行ったりとか、うん、なんかいい車で迎え来たりとか、うんうんうん、ちょっとそういう人は怪しいんじゃないかなっていう思います。だから結構デートプランとかが慣れてる人は、うんうん、怪しいオシャレなバーとか行く人はちょっと僕はあんまりかなっていう、うん、家にシャンパンとかが置いてあったらちょっとうさんくさいですね。なるほど。俺さ、あのセリーヌのドンペリのシャンパンに捨てた方がいいかな。捨てましょう。おかしいな、俺の誠実な人のあるある言ってたら全部なんか全部なるピン。さっきから早く退場したくて仕方がない、とりあえず。なんでやねん。めちゃめちゃ誠実ですから僕は。あ、そうですか、はい、だからあれですか、ちょっと庶民的な人の方がいいんじゃないですか。いや、それはそうだよね。本当に誠実な人っていうのは結構着飾らない。まず結構話とかでもお医者さんって自分の話とか多いんですよ。自慢とかプライドがない方が。ああ、めっちゃ盛りやすいよね。そうですね。結構、うん、その彼女の話とかの方をよく聞いてくれる人だったら誠実かもしれないですね。なるほど。いや、僕じゃないですか、全部。いやいや、ダメですよ。あなたは、さっき言ってる診察中にマッチングアプリ登録してる人なんですよ。いや、やめて。誠実極まりやん。吉本のドンファンですから。誰が吉本のドンファンなんですか。リポコに、あさって殺されるんですか。いや、殺されるか。あの、ピクルスとバブオが死んでたらやばいっすね。飼ってるワンちゃんです。ワンちゃんで亡くなって。ワンちゃんで。もうやばい兆候です。マジか。まあ、だから不誠実な人が多いです。まあ、医者はね、そうだね、まあ、医者っていうね、ものをそのコートをかぶってめちゃめちゃ勘違いしてるやつは、まあ、確かにいるっちゃいるからね。はい、はい、うん、確かに。だからレモンちゃん、医者と付き合うのはやめましょう。最終的にそれや、それもうそれや。結論はそれですね。結論、医者やめとけ。医者はやめとけ。もしくは、医学生を最初から捕まえて、うん、そうや、医者になる前に結婚しろという、うん、そう、確かにそんな感じですね。もう真面目な医学生を見つける。確かに、うん、しかも、はい、うん、医者になってからはちょっと厳しい、はい、真面目なやつはもう結婚してるし、真面目じゃないやつだけは残ってる、はい、あれ俺独身やったっけ、はい、あれ若いやん。若いやん。どうですかレモンちゃん、いかがでしたか。生配信の時ちょっとレモンちゃん来てもらって確かにレモンちゃんに来てもらってちょっと実体験を話してもらってもいいかもしれないですね、はい、僕の春辟診療所ではね、いろんなお悩み相談も募集していますので、うん、ぜひよかったら見てみてください。はい、はい、じゃあこの動画がよかったら高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、はい、それではまた次回、せーの、シュッ。